2012年8月5日13時42分。なんだっけ。頭のふけ、これ、ローション、クリーム塗ってるんですけどね。ポマードじゃないですよ。ステロイドと、抗心筋剤っていうカビを殺す薬らしいです。その、ストレスとか、いろんなことで、その、皮膚が酸化して、元気いっぱいになったカビさんたちにやられてるみたいらしいです。脂漏性皮膚炎っていうらしいです。脂漏性皮膚炎。どうも長期間、ぐず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 して治らないみたいですね。治ったと思ったら再発したりするという。多分これ肝機能が通常の 4,5 倍まで腫れ上がって、急激に太ったからのと、仕事をしなければいけないとか、シャワーで怖かったり、ご飯食べるのも怖かったり、いろんなことがあって、怖いというか、もうきついというか、そういうストレスが重なって多分、発症したと思います。ピシャリだからね、症状、原因が。肝機能と太りすぎと、運動不足も重なって、さらに強力なストレスと。まあ、なるわね、と。ストレスは万病のもと。前見せた映像、皮膚系がたくさんあったんですけど、今、ステロイドで抑えられてます。ステロイドは体にどうも悪いらしいです。だから、様子を見ながら少しずつ少しずつ薄く伸ばしていきます。で、まあ、髪切るのもいいっすね、また。坊主に近い年次状態にするの。まあ、坊主ばっかり嫌なんですけど。とりあえず、ね、今回ステロイドまた急に塗り始めたんですけど、理由は抜け毛がひどくなったこと。症状が悪くなると脱毛になるそうです。つまり、剥げるってことですね。この毛根があって、そこの根からこう何本もこう、ひっついたまま落ちてくるようになったんですよね。これやばいと思って、すぐ塗り始めました。脂漏性皮膚炎。恐ろしいです。ほっとくとこれ剥げます。これ脱毛に気づいてすぐ始めました。カバーを。でも、やっぱりね、急には抜け毛が止まりません。今でもまだたくさん出てます。まあ夏だからいいかなとか思いつつ、大丈夫かな、また生えてくんのかなとか思いつつ。というわけで、脂漏性皮膚炎でした。まあわかんないんだけどね。別の病院では。見ないからね、顕微鏡を。ちゃんと顕微鏡見ないし、頭ちゃんと開いて見てくれないし、髪の毛をこうやってね。なんか出された薬だけで判断しやがって。まあ、田舎ってこんなもんかな、とか思いつつで終わります。まあ、脂漏性皮膚炎に詳しい方、よろしくお願いします。何をよろしくかわかんないですけど、こんなことしたらいいよ、って。これ聞くよ、とか。私こうしてまーす。みたいなね。じゃあねー。